この動画は、令和5年8月31日に行われた、阿佐ヶ谷駅北東地区町づくりを振り返る会での説明内容です。本動画では、1、杉並第一小学校等の移転改築、2、区画整理事業、道路、緑、自然、3、杉並第一小学校跡地の活用、4、これからの住民参加のプロセスの4つのテーマに分けて説明します。 一つ目のテーマは、杉並第一小移転改築です。ご覧のように、検討の経過から、浸水対策や土壌汚染に関する対応、今後のプロセスについて説明します。まず最初に、阿佐ヶ谷駅の北東地区の平成28年頃の状況を、改めてご紹介します。杉一小については、1875年創立の歴史ある小学校です。敷地面積が、 約5,500平方メートルと区内で最も狭くまた校舎は昭和33年頃に建てられており建て替えの時期を迎えています校舎の面積校庭をどのように充実させるか仮設校舎をどうするかなどが大きな課題でした次に川北総合病院については区内最大の病院ですが道路を挟んで病棟の機能が分散されておりまた一部の建物の更新時期を迎えていますが 病院の運営や機能の継続を建て替えるときにどのように両立させるかが大きな課題でした次に欅屋敷についてはこれまで地権者の方により貴重な屋敷林を維持されてきましたが今後の維持保全をどのように行っていくのかという課題がありましたまた新進会商店街通りについては商店街の中を通過交通車両や年間約8000台の救急車両が通ることから歩行者 自転車との交錯など安全面で大きな課題となっていますそして周辺地域全体が震災時に特に甚大な被害が想定される木造密集地域の整備地域に指定されていますそのような中で杉市町については平成27年から現地建て替えの方向で改築検討懇談会を行うなど進めていましたこちらを A 案と呼んでいますその後平成28年8月に 総合病院が欅屋敷へ移転することの意向が区へ示されたことから、杉市町を病院の跡地へ移転改築する方向で検討したのが B 案です。A 案の概要としましては、杉市町を現地建て替えするとともに、現地建て替えができない阿佐ヶ谷地域区民センター、産業商工会館を複合化して改築することで、3つの施設を早期に改築できること、施設の多機能化、複合化が図れること、 中杉通りににぎわいの拠点づくりが図られる計画となっていましたまた学校の改築中の仮設校舎はけやき公園に整備する計画でした B 案の概要としましては小学校病院けやき屋敷の3つの敷地に関して区画整理を行いながら施設の改築を行う計画となっています杉並第一小学校は病院の跡地に移転改築し敷地が広くなること 阿佐ヶ谷地域区民センターと阿佐ヶ谷児童館の複合施設を欅公園に整備することで多世代の交流が創出できること杉市町の跡地に産業商工会館を移転するなど産業振興関連施設の集約化を検討する計画でしたこちらでは A 案 B 案のそれぞれの主な利点を記載しています A 案の利点としては学校等が早期に改築が可能となること 駅前に地域区民センターを整備することによる利便性の向上など魅力発信が挙げられました B 案につきましては A 案より学校の敷地面積が大きくなる地上工程が整備できること仮設校舎が不要となる地域全体で道路拡幅が可能となるという利点が挙げられました一方それぞれの主な課題についてこちらにまとめています A 案の課題としては、 震災避難者の待機場所として活用を想定していたケヤ屋敷の空地について病院と検討をする必要があることや地域全体での道路拡幅の時期が見通せなくなることなどがありました B 案につきましては A 案と比べて小学校の改築が遅れることや浸水や土壌汚染の懸念が当初からありました杉並区としてはこれらの多角的な比較考察を行った結果 地上工程の整備などの教育環境の向上が見込まれることに加え地域の防災性の向上などを総合的に検討し全体最適長期最適の観点から平成29年5月に B 案で進めていくことを方針として決めましたまた B 案を進めるにあたっては欅屋敷を含む地域全体での緑の保全や創出についても重要な取り組みとして進めていくこととしました B 案で進めるにあたっては、挙げられていた課題、懸念事項に対する対策が欠かせないため、まず浸水対策について説明します。図は、学校建築における浸水対策の事例を紹介しております。杉並区では、これまでハザードマップにおける浸水想定エリアにおいても学校を建設していますが、雨をためるための薄い貯留層、雨を地面に染み込ませるための浸透性舗装、浸透トレンチなどの整備に加え、 地盤や1階の床高さを調整してあげることなども桃二章などで行っております。また、阿佐ヶ谷の地域においては、東京都下水道局が第二桃園川幹線の工事を行っており、1時間あたり50ミリの降雨について対応するよう整備を行っておりますが、こちらは東京都下水道局によるシミュレーションにおいて75ミリの降雨に対しても効果が期待されます。杉一において 具体の対応については今後の設計の中で検討してまいります。水害時でも安全な学校とするための施設面及び運営面でどのような対応をとっていくのか、しっかりと議論、検討してまいります。次に、病院跡地における土壌汚染に関する対応について説明します。この地域においては、令和2年に総合病院やケヤキ屋敷などにおいて、法律や条例に則っ,って、 過去にどのような土地の使われ方をしてきたか、いわゆる土地の履歴調査を行いました。その結果、図で示したピンク色の範囲で土壌汚染の恐れがある区域であることを確認しております。また、区の委託による調査では、杉市町の建設予定地において土壌汚染があった場合の土の総入れ替えを深さ3メートルで行った場合、約7億円の費用がかかると試算されています。そのような中で、 病院跡地については病院の責任と負担で土壌調査を行い汚染があれば除却等を実施する旨の協定を締結していますまたこれらの調査においては東京都と協議報告しながら行うこととなっています続いて今後の杉市省の改築の進め方について説明します上から下の方向に時系列で記載しており総合病院の着手の遅れを踏まえた 年度の目安を記載しています学校の改築の検討にあたっては改築検討懇談会を設置し学校関係者や地域関係者学識経験者等の意見を聞きながら進めていきますまず今年の冬から来年度にかけて懇談会の意見を伺いながら目指す学校像や改築の規模配置などを基本方針と基本設計としてまとめますその後、実施設計を経て 令和8年度から新校舎の建設工事を行い、完成したら、移転し、新校舎の運用を開始します。その後、既存校舎の解体を行います。全体を通じてですが、学校の保護者、周辺住民の方などには、説明会や改築ニュースの配布等で説明・周知を行います。そのように、懇談会などを経て、 近年改築した、または改築中のいくつかの学校を説明します。画面は、桃井第二小学校や杉並第二小学校の写真とパースとなっていますが、敷地周りに約2メートルの歩道上空地を設けて、児童はもちろん、地域の方も歩きやすい空間を設けることとしております。続いて、画面左側の中瀬中学校では、 屋上に現時点では区の公共施設として最大となる4 2ットの太陽光発電を設置するなど環境に配慮した取り組みも行っておりますまた画面右側の富士見ヶ丘小学校では設計者選定プロポーザルにより設計者を選定し設計者から提案も踏まえて図書室については読み聞かせや発表の場としてこのような壇上のスペースを整備するなどしております今後のの杉市町の改築においても 懇談会や地域の皆様とも意見の交換を行いながら取り組みを進めてまいりたいと思います。以上が杉並第一小学校の移転改築についてです。次に二つ目のテーマ、区画整理事業、道路、緑、自然について説明します。ご覧のように区画整理を行うに至ったプロセスや疑問点、緑の保全などについて説明します。まず、 まづくり協定について説明します先ほど説明した杉並第一小学校等施設整備等方針の策定を受け杉一町移転等の目的の達成に向けた区・地権者・病院間で町づくり協定を締結しましたこの協定の実現に向け区が実施する全体的な計画として町づくり計画を策定し土地区画整理事業道路拡幅整備事業地区計画等を柱として 三者が協力して町づくりを進めていくこととしました。具体的な町づくり協定の内容についてご説明します。平成29年6月22日に、杉並区、地権者、社会医療法人河北医療財団の三者で、区が策定した杉並第一小学校等施設整備等方針を実現するため、互いに協力することを確認したものとなっています。さらに、 このまちづくり協定で定める、杉並区、知見者、川北医療財団それぞれが行う取り組みについて説明します。杉並区については、地区計画などの都市計画の手続きを進めること、病院移転後の用地に学校を移転改築することを定めており、また、杉並区と知見者に対しては、小学校移転後の用地への施設整備することを定め、川北医療財団に対しては地域医療拠点としての運営や、 緑の保全に配慮した病院の移転改築を定めています。なお、この町づくり協定は区公式ホームページにも掲載しています。次に、区画整理事業について説明します。区画整理事業とは、区域内の土地所有者が少しずつ土地を提供し合い、道路等の施設を整備する、いわゆる公共現部、それぞれが所有する宅地の権利を新しい宅地に置き換える、いわゆる監地処分で構成されており、 この結果土地の区画形質が整えられ宅地の利用増進が図られる事業です本地区では区画整理事業の結果右の図の通り宅地の移転が行われるとともに青色で示した通り周辺道路の拡幅整備などが実現しますなお右の図にある英外区の部分については区でも3割弱の土地の持ち分があります次になぜ区画整理事業を実施するのか その理由について説明します。これまで、地域の主な課題として、1、病院や杉並第一小学校など大規模建築物が更新時期を迎えていること、2、学校や病院、商店街周辺の歩行者等の交通安全性の確保が必要なこと、3、商店街への通過交通や緊急車両の流入が多いこと、などがありました。これらの課題の解決を図るために、杉並区、 興産株式会社川北医療財団の3社で個人共同施工による土地区画整理事業を実施することとしましたまたこの結果得られる効果としては学校病院の建築の際の仮設が不要となりスムーズに行われることや病院真橋公園へのアクセス向上安全な歩行者空間の確保などがあります次に区画整理事業についてこれまで頂い,いた主な疑問点について説明します 一つ目の疑問は、区画整理事業を実施する過程で住民意見を聞いていないのではといった疑問です。区ではこれまで、区画整理を実施する際に、平成29年には、杉並第一小学校等施設整備等方針案に関する説明会の開催や、町づくりに関する意見交換会の開催、令和元年には区画整理に係る土地利用構想説明会及び校聴会を開催するなど、 様々な機会でご意見を伺ってきました二つ目の疑問は区画整理の際の土地の評価が不公平で区が損しているのではといった疑問です区画整理を実施する上ではそれぞれの土地について評価を行った上で勘知を行うこととなりますが本地区での土地の評価にあたっては国が監修する区画整理に関する土地評価の基準に基づく評価を行い 合わせて不動産鑑定士など専門の資格を持つ評価員の意見を伺うことで公平な土地の評価を行っています次に本地区における基盤整備の荒ましについて説明します土地区画整理事業や地区計画などにより区域内の道路はそれぞれ福音6メートル以上を確保するとともに各施設の敷地内に福音2メートルから2.5メートルの歩道上空地を設けることでさらに歩行者の安全性 利便性の向上を図ることとしています。なお、図の中の括弧内の数値が歩道上空地の副印となります。合わせて、本地区では区画整理事業等の実施に合わせ、区域内の一部道路の無電柱化の整備を進めていきます。写真は永福町駅北口商店街通りの事例で、左側の整備前に比べ、右側の整備後では、無電柱化により空が広く感じられることが見て取れます。 次になぜ地区計画を行ったのかその目的と効果について説明します平成31年3月に策定した阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画は北東地区およびその周辺地域の喫緊の課題である地域の防災性安全性の向上などをまちづくりの目標に掲げるとともに安全安心など4つの個別テーマを設定しまちづくり計画の実現を図る方法として 地区計画制度の活用を柱としています具体的な都市計画手法の活用として、地区計画制度をはじめとした、用途地域の変更、高度地区の変更、防火、順防火地域の変更を行うことにより、まちづくり計画の実現を図ることとしています。この地区計画は、目指すべきちの将来像を実現するため、 地区の特性に応じた道路の位置や建物の建て方等のルールをきめ細かく定めるものです。本地区では、緑、建築制限、道と大きく3つの項目を対象にしており、沿道緑地の設置や用途制限、歩道上空地の設置などのルールを定めています。写真は荻窪三丁目地区における歩道上空地と沿道緑化の事例で、この地区でも地区計画の手法を活用することで、 ご覧のような歩行空間の整備を実現しています次に地区全体における緑の保全について説明します本地区では体系木よび緑地の保全・創出を図る上で東京都と東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき協議を行っています左側に記載の通りこの協議書における従来の状況と将来の緑地計画をそれぞれ比較すると 直径 30cm 以上の体形木の本数は139本から77本とおよそ半数になってはいるものの緑地の面積はおよそ800平方メートル増加する予定となっていますこれら緑の保全と創出の実現にあたっては沿道緑化や屋上緑化緑地保全の3つの取り組みを推進することとしていますこちらは本地区における緑の将来像です 中央の B 外区での緑は以前に比べ減少していますが先ほど説明した沿道緑化や屋上緑化緑地保全といった緑の保全と創出に向けた取り組みを A 外区や C 外区で進めることによりこれまで地権者の方個人の努力で守られてきた緑を地域全体で守ることとしていますここで地権者の方の緑に対する思いを順にご紹介しますこれまで長きにわたり屋敷林を守ってきましたが 地域のために人を治す病院に土地を使っていただくことにしました。これまで守ってきた樹木をできる限り残したいと思い、都の条例に基づく体系木のほかに、中低木を近隣の土地などに移植をしました。生育状況や病害虫の影響などにより移植ができない樹木については、残念ながら残せませんでした。残せなかった樹木は木材として地域で活用できるよう大切に保管しています。 ここでは今後のの緑地などの維持管理や運営についてご紹介します区ではこれまで緑地などの緑を作ったままで終わりとしないためエリアマネジメント推進懇談会の発足や阿佐ヶ谷北東エリアまちづくり協議会の設置に向けた取り組みなど緑の保全を含めたエリア全体の管理と利活用を地域全体で行う仕組みづくりについて検討を進めています。それでは続いて 杉市町の跡地については今年度から活用方法の検討を行います検討の具体的なスケジュールは決まっていませんが跡地は区と他の地権者がそれぞれ敷地を所有していますので検討にあたってはどんな用途の建物とするかどのように工事を行うか建てた後の維持管理の方法はどうするかなど 多様な事項について最終的に所有者間で協議した上で活用方法を決めていく必要があります用途に関しましては B 案の説明の時に述べた産業商工会館の移転が予定としてはありますがそこも含めて今後検討をしていきたいと思います一番下ですが実際に工事が着手できる時期としては令和12年以降となります次に杉市省の跡地の 規模感についてご説明いたします。左側が建築物の規制です。高さの制限については、これまで駅前の商業地域には高さの制限がありませんでしたが、今後、新たに建つ建物があまりに高い建物は阿佐ヶ谷の町にふさわしくない、とのご意見を踏まえて、周囲の建物に合うように、40メートルと定めました。ただし、公開された空地、オープンスペースを設ける場合には、 60メートルまでとする制限を設けました次に右側の表ですが規模感を記載しています建設可能な建物の床面積は溶石率から計算すると約2万6500平方メートルですそのうち区は約7000平方メートルの延べ床面積を計画することが可能ですこれはどの程度かと申しますと阿佐ヶ谷地域区民センターが5000平方メートルですので これよりり一回り大きいいくらいの面積です以上が規制と規模感ですがこの杉市町の跡地活用の検討においては何かすでに決まっているのではないかタワーマンションが建つのではないかとご意見もいただきますが現在は白紙でございます今後先ほど申しましたように地権者とも協議を行い町づくりや施設マネジメントの視点も踏まえて 区民の方とも意見を交わしながら検討できるように取り組んでまいります次に今後の阿佐ヶ谷地域における町づくりの意見交換の場としてまだ過称ですが阿佐ヶ谷町づくりセッションについて説明したいと思いますこの回については阿佐ヶ谷の地域全体においてここに記載していますように例えばバリアフリーやユニバーサルデザインについてであれば障害当事者の方々私 僕の好きな阿佐ヶ谷、未来の阿佐ヶ谷と題して、杉一町に限らず、地域の小学校の子どもたちとワークショップを行うなど、いろいろなテーマでさまざまな人たちと意見交換をしていければと考えております。これらのテーマは、まだ叩き台の状態ですので、今後どのように進めていくかも含めて検討していきたいと思いいます。そのの上で、今年年冬ぐらいから来年にかか来にけてて行うことを考えています。 振り返る会の開催や今後の継続的な対話に引き続き、阿佐ヶ谷町づくりセッションについては、町の課題や意見、要望を区民と行政、また区民の皆様同士でも共有する場と考えています。そこで出た意見については、次のフェーズとして具体的にまとめ上げていくために、町づくりに関する懇談会や協議会などのある程度の固まった会議体をもって取り組んでいこうと考えています。最終的には、 平成29年に策定した阿佐ヶ谷駅等ちづくり方針の改定をアウトプットとして考えており、そこからさらなる具体的な施策に落とし込んでいくことを考えています。以上がこれからの住民参加のプロセスとなります。説明は以上となります。長い間ご視聴いただきありがとうございました。